こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日もね、このリニューアルしたあのセットから、セットじゃないな、ね、スタジオからね、一応あなたのオフィスですよね。まあ私のオフィスからね、あの月のワイン講座を初めてお送りするという、はい、お届けしたいと思います、はい、ね、全てこれオーダーメイドで細田製作所さんにちょっとお願いして、今回ありがとうございます、作っていただいたね、作っていただきましたね。すごい素敵だよね。これはなんかワインがうまそうだなみたいな。ねえ、なんかここでなんか椅子並べていただいてさ、うん、ワインサービスしてさ、ちょっとなおちゃんとずっと対面でね、そういう感じだね。まあまあお金いただくよ。それは青池ごときで。失礼な。ロゼ3本でございますね。見るからに分かりますね。いや嬉しいですね。あ、もうやっぱ定期的にロゼやっとかないと。いや、もうロゼが一番テンション上がっちゃう、ね、はい、体が欲してるのと、うん、あとはもう皆さんにやっぱり何とかして普及のね、そうですね、はい、一助になればとか、皆さんがこうロゼを取るための、一つのね、こうきっかけになれば ね。お店ではどれぐらいの割合でロゼって頼まれるんですか？いや全然だね。あ、そう、うん、やっぱり ボトルでロゼを召し上がるってことはほぼない。ロゼ推進なんですから、やっぱり白でボトルご提案くださいって時にちょっとロゼ忍ばせたりしてるよ。で赤の時もしれっと忍ばせたりするけど、やっぱり赤って言われる。そうね、やっぱ赤欲しいって言われてるからね。白飲みたいって言われてるからね。そうそう、あのピンク持ってきたんだよ、余計なことするなっていう。まあでもあのグラスで飲んでいただくことをちょっとまずお勧めして、うん、飲んだ、あ、美味しいんだねっていうロゼって。お家でね、ロゼ、うん、ちょっと人の集まってるとかね。いや、いいよいいよ、みんな好きになる、これは、うん、はい、はい、今日はどんな感じですか、中華のワインは。イタリアのね、うん、北、中部、うん、南、それぞれ1本ずつご用意しました。あ、楽しみですね。セット的には淡い1、はい、そしてスティルワイン、いわゆる普通の2種類。なるほどね。もう一番最後の、はい、右のやつは、はい、ビヨってますね。もう顔がビヨってるもんな。どっからわかんないですよね。いやいや、このエチケットで。もうエチケット雰囲気、うん、持ってる雰囲気がもうビヨってるもんね。はいはい、そうね、ちょっとこう雰囲気は、まあ、飲んでくださいよ。そこまでじゃないか。あ、そう。はい、別に嫌がって言い合ったわけじゃない。もう多分ビヨってんなと思って、うん。こっちもだから覚悟を決めていかなきゃいけないな。だから構えなくて大丈夫です。いやいや、もうカジュアルに飲んでいきたい。あ、本当？そんな構えなくていい。大丈夫。じゃあ早速いきますか。ね、飲みたいですね。はい。はい、じゃあまずはスプマンテからいきましょうか。はい、はい、開けてきますね。はい、なんか久々の泡ですね。ね、ね、ここのとこスティールワインが続きましたんで、うん、久々の泡です。さあ開けていきますよ、うん。開け方もね、一緒にね、泡の開け方、このね、上にね、飛ばないように押さえて開けてくださいね。はい、そして、うん、利き手、右手なので右手で底を押さえて、上のキャップ、コルクを押さえたまま下のボトルをゆっくりひねっていきますね。はい、ひねると、まあ、圧でコルクが上がってきます。押さえながらガスを抜いていくと。はい、いいですね。さあ、いきましょうか。早速、フルートグラスについていきます。はい、じゃあついていきます。グラスね、斜めにして優しく優しくね、泡が飛ばないようにゆっくり注ぎます。あら、綺麗な色。ほんとね、うん、いや、いいですね。いい泡立ちですね。いいですね。綺麗だね、本当にね、うん、ロゼってね、ロゼの泡って本当素敵。はい、さあ1本目、はい、まずは外観からね。うん、綺麗。ピンクかなと思いつつ、うん、ちょっとオレンジ寄りな気もしますね。どれぐらいですか？F1907に。ああ、F1907 か。あのミニコントやめてもらえる？そこでなんか。え、わかんないね。なになになに、え、あけぼの色。あけぼの色。なるほど。春はあけぼのです ね。だから朝焼けっぽい感じってことだよね。なるほどね。うん、これもうあれですね、私のまんまに生ハムあるんですけど、これ生ハム色ですね。ええー、あけぼの色です。F1907 です。それ生ハムって書いてない？F あけぼのって書いてて、隣にカッコって隣に生ハムって書いてない？隣の機械。あけぼの色は生ハム色ですね。あけぼの、ちょっと全然春は生ハム色ね。春全然風情がなくなって和食いいなと思って、そうそうそう、和の色っていいなと思って。なるほどね、あけぼの色でもね、うん、生ハム色です。見てこの生ハムとのこの色。もう早く、でもこっち見るとすごい、こっちは濃いな。いや、それほら木の透けてるから。ああ、そうかそうか。気づいて。そういうことか。そういうことよ。
どうしたらいいの？だからあのこっち側白白の、ね、白バックだと、これでこれでこれで見て、これで見たらすごくない？だいぶ近くない？ほら来た。ま生ハム色だ。ね、生ハム色だね。やばい。これちょっと清少納言に伝えてあげなきゃいけないね。春は生ハムですよ。ねえ、当時なかったんだろうな生ハム。あるわけねえだろ。ねえ。はい。はい。いいですね。あわあ。わさってる。ちょっとあのやっぱりなんいわゆるシャンパンの、はい、瓶内二重発酵的な泡の立ち方しませんね。あ、よくご存知ですね。スパークリングワイン復習しましょうか。はい、基本的にはその今 おっしゃったような、うん、シャンパーニュとかね、うん、イタリアだとフランチャコルタみたいなところは、うん、瓶内二重発酵といって、うん、瓶内で発酵させて、うん、じっくりじっくり発酵させます。はい、それと、シャルマン法っていうね、うん、大きいステンレスタンクで作るスパークリングワインです。うん、なので、まあ、その場合は割と柔らかい泡と。シャンパンとかフランチコルトは割と直線的に ね細かい泡がもうすごい勢いで立つんだけど、うん、これは優しい全体で、ねはい、立ってる感じします、ね、柔らかい泡の立ち方をします、うん、これが特徴ですね、はいはい、一本一本瓶内で発酵させるようになって、うん、大きなタンクで作るので、まあ、いわゆる大量生産向きの、うんスパークですね。なるほど、はい、もうそしたらもうこれどこのワインか大体ね、いや分かります、想像ついちゃいますね。イタリアのね、うん、スパークリングワインというか ね、はい、はい、じゃあ香りいきますか。はい、香りいきましょう。あ、これはなんだ、ちょっと今いたのにな、ドライトマトの、あ、ドライトマトの香りしますね。キイチゴ、うんうん、はいはいはい、キイチゴね。おお、甘い感じがするか。そうか、あ、蜂蜜もね、うん、するね。青池さん、はい、これバラがしますね。バラしますか。はい、こいつがいるんじゃないかなと。ちょっと、なるほど、はい、色もね、バラ色だけどね。そうそう、そう思って今日ロゼのロゼ色のバラを、さすがですね、購入してきたんです。ちょっとトゲがあるから気をつけなきゃ。香ってみて、うん、うん、わずかにしますね。わずかにします。わずかに。なるほど。めちゃくちゃリンクするわけではないけど、うん、やっぱりいます、ね。うん、確かに。ね、結構ね、蜂蜜って聞かれたけど、甘い香りするよね。すごい。うん、なんだ、バターサンドの香りしない？あの東京駅。まあ、バターサンド、酵母の香りかな。あ、かな。酵母の香りと、ちょっとね。あの丸の内、あの南口から入った、うん、あ、ありますね。の感じ。あります。これあの、ロッテのブルーベリーガムの香りがする。あ、するするよね。するね、めちゃくちゃその甘い香りとベリーの香りとミックスになって、うん、ね、懐かしいね、子どもの頃のガムの味、うん、ね、そういう香りがちょっとするね、うん、ちょっと青っぽさよりはふくよかさを感じる、うん、ね、ですよね、うん、そうそうそう、どっちかというと爽やかっていうよりは熟した感じの ね果物とか、うん、こう少し乾燥したドライ系の ね、うん、香りが、うん、うん、あ、ま、あ、でもいちごしますね。いちご、やっぱベリーなんだな。そうか、うん、まあそうね、いちごつわれたらなんかいちごな気がするね。すんごいいちごだわ、うん、と結果いちごになってきたね、うん、うんうん、でもいちごでもなんかいちごのジェラートとかさ、うん、なんかこう、なるほど、うん、そんないちごのジェラート食べれないからちょっとわかんねえな。いや、そんなこと言い出してるさ。え、そんなこと言い出したの、うん、何何何そんなこと言ったら、いちごジェラート買ってきて食べないよ、ね、あるよ多分、成熟してる食べ、わかんねえよ。なんですかね、ちょっと飲みますか一回。そうですね、一回飲んでまた、いただきます、ね、あのね、ぬるくなっちゃうからね。そうね、はい、冷たいうちにこれ冷やしとこう、うん、いただきましょう。入らないですかこれ入らないです。どんだけおっちょこちょいなのギリいけるかなと思ったんだよこれは入らなかった。これは無理でした。はい、ちょっと下に置いておこう。こうやっとこう。こうやっとこう。ね。はい。はい。じゃあ、いただきます。はい。いただきましょう。うん。いいっすね。あ、優しいですね、うん。そうね。そんなにすごい酸も立ってない。うん。うん、甘いかというと、そこまで甘くはない。甘くはないですね。ね、うん。酸はでも、うん、結構飲んだ後ジュワーってこない。まあこれがジュワーってきてるのはこれが酸か。うん、そう思うとタンニンと酸ってちょっと今だと分かりづらくなっちゃう。タンニンはない？タンニンも軽くある。軽くある。軽くね。でもほぼないね、タンニンは。これがだから下の奥でちょっとなんかこう、うん、最後ジュワーってなるのはこれは酸ってことか。そう、あのこれはもうほぼタンニンないんじゃないかな。そのいわゆる修練性っていう、こう唾液をスッと持っていかれるような感じはこのスパークリングはないね。
じゃあこれは3だ。3あじゃあそう思うと3あんだ。あるでしょ、ね、あの飲んだ後、奥の方から唾液が出る感じ、うんうんうん、これはフレッシュな3ですね。なるほどね。あ、美味しい、うん、あこれはもう瞬間でなくなるな。これ瞬間ですね。瞬間だね。あましてやね、これで乾杯するわけですから、うん、すぐだね、これね、ほんとね、うん、4人飲んだ、もう1杯ずつ飲んだもう1杯ずつで終わりだから15分でなくなるね、これ。でもうちのやっぱお客さんもいらっしゃるよ、うん、やっぱロゼでなくても最初にあのビールとか挟まずに4人ぐらいいらっしゃって、うん、じゃあ泡から行こうかな、せっかくのにボトルでとかで言って、うん、前菜出る前に終わっちゃうパターンあるそう、泡は危険なんすよね。そう、いや、美味しいね、うん、どうですか池田さん。なんかいちごの味がすごくするんだけど、いちごアイスじゃなくてジェラートっていうのがすごくわかりますね。なんかジェラートっぽいですよね、うん、ちょっとジェラート食べてもらって。いや大人な感じのイチゴのジェラート、甘みを、うん、なんか結構抜いてるやつ、うんうん、ソルベに近いかもね。そうだね、ね、うん、そうだね、なんとなくね。あとは感じることは何ですか、菊池さん。最後に苦味があるようなね、あるようなないような、そんなにすごいミネラルが感じるかっていうと、うん、程よい感じ、ね、心地よいね、心地よい、うんうん、飲みやすい、うん、ね、すごく飲みやすい。だからあれだ、でもそういうわけでもないんだろうな、ミネラルが豊富だからで海沿いの畑で作られてるってわけではないってことね。あ、それは関係ないね。それはもう海沿いのミネラルもあれば山のミネラルもあるしね。だいたい僕はもうどこぐらいのあのワイン、はい、スパークリングからちょっと差しがついてるんで。池田さん、さすがだね、あなたね、うん、何者ですか。え、外野と思われてるようでキャッチャーです。あ、そうかそうか、外野じゃないんだね。外野じゃないですよ、実はキャッチャーなんです。あ、じゃあ割と主要なポジションです。そう、保守なんですね。そうかそうか、はい、ピッチャーはピッチャーだ、そっちですよ。あ、私ピッチャーです。あ、それそうでしょ、投げないと。こう投げてるから受けていただいた、ね、受けていただいた。ありがとうございます。そうかそうか、僕がちょっとボールを返すみたいな。嬉しいね、うん、嬉しい。そうかそうか、キャッチャーです。これ見てらっしゃる方は、見てらっしゃる方は観客ですよ。なるほどね。ここはスタジアムですから。そうか、スタジアムで、スタジアムを囲む観客さん、観客のお客さんね。ほら、菊池が内野で、外野も池田さんです。あ、いいですね、うん、だからもう誰も外野に文句言えない。誰も言えない。誰も言えない。それあの外野うるさいって言って、池田さんのことですか、うん、それは無理です。ちょっと無理なんだ、ね、本当にやってやめてください。一番大事な人は外野に言う。そう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 、うん、強権ですからね。はい、どこなら差しがつきますか。南ではないと思いました、うん、ほうほうほう。あのふくよかさはあるんだけど、うん、やっぱりそこまで甘さがあるわけじゃないので、うん、ちょっとエレガントなイメージも、うん、味からこう予想してるっていうのが偉いですね。すごいね。私なんてもう頭でっかしだから、もう味じゃないもんこれ、うん、もうフランチェコルトじゃございませんって話になったり、もうイタリアの、ね、うん、スパークリング、もうあれしかないじゃんって話になっちゃう、うん、ね、もう二択にしたでしょ。そうそう、最初から二択にしてる。そう、もうそれ以外ないから、うん、いやいや、あるよ。あるし、飲んだことあるから。でも俺の中でもそれしかないから。なるほどね、二択。で、これ大ヒントです。どうですか。北です。北です。北です、北です、はい、で、はい、あ、もちろん池田さんも飲んでらっしゃいます。幾度となく多分飲んでると思います。ベネト州。そうです、ベネト州、はい、といえば、もう一つ言える、ベネト州といえば、私聞いたことあります。あります、絶対。あーって悔しがるから、ちょっと思い出したもんね。絶対悔しがるから、はい、ここのチャンネルでも幾度となく登場してるし、登場してる。まあ多分イタリアレストランに行くと必ずあるワイン。あ、スパークリング。けど何しもフランチェコルタだったからかな。そうね、フランチェコルタね。すいません、はい、本当に我々なんて思って ね。ただあの今うちのお店にはこれないんですよ。あ、そうなんだ。ないんですよ。このフランチェコルタから始まってます。あ、ちょっとね、ちょっとお高く泊まって申し訳ない。申し訳ない。あ、そうっすか。そうです。あ、調子乗ってますね。おい。カジュアルなね、うん、やっぱ本読むと、まあ、最初からこう、はい、イタリアのワインの本読むとやっぱり ここ の、 あの、はい、出てきますね、うん、プから始まります。プ、記憶喪失。多分ね、度忘れしてる。度忘れだね、ちょっとね、はい、じゃあ、あの正解は、正解ですね、プロセッコです。あ、そう、はい、ね、でしょ、はい、あーってなるでしょ、はい、プロセッコっすよ ね。まあ、まあ厳密に言うとこれはプロセッコとは呼べないんだけど、プロセッコの作り手が作るロゼになりますね。プロセッコはだから普通の色がついてないのがプロセッコ、はい、おっしゃる通りです、ね、プロセッコは、グレラっていうね、白ぶどうで作るので色がついてない、ね、プロセッコがあるんですけど、
これはもうプロセッコの、レ・マンツァーネという作り手が作る、まあ、プロセッコにメルロのこう色素を足して作ったロゼになります。プロセッコにメルロの色素だけ足すの、まあ、色素というか、まあ、ちょっと数パーセント抽出して入れてこういう色になってますね。色なんだ、はい、へえ、ね、なのであの、まあ、だからプロセッコって出てこなかったのは、うん、ある意味正解ですよ。逆にプロセッコじゃないから。そう、プロセッコじゃない。さすがですよ。やっぱプロセッコ、ピンクのプロセッコなんて頭の中ないわけ。そうそうそう、最初から。なんだよそれってね。うん、おかしいだろうね。だからプロ中のプロはこれ見てプロセッコとは誰も言わないですよ。なるほどね。だってピンクのプロセッコないんだもん。ないもんね。ないんだもん。なるほどね。はい、ね、でもベネットといえばもうプロセッコ。そう、ベネットといえばまあプロセッコ。まあベネットといえばというか、もうイタリアといえばもうね、スパークリングワインはプロセッコなんですよ。でなぜかというと、一番世界で一番飲まれてるスパークリングワインが今やプロセッコってなったって僕も本で読みました。そうなんです ね、すごい頑張って、もう数年前、 10年ぐらい前かな、ね、大量生産にそう、まあ、成功したっていうか、もう踏み切ったんだよね。シャンパーニュを超えて、ね、もう今や、世界中の人に愛されてるプロセッコが、うん、イタリアを代表するスパークリングワインになります、うん。その作り手、レーマンツァーネという作り手の、ロゼですね。だから味わいはプロセッコですよ。やっぱそうなんだ。味わいただプロセッコって名乗れない。あ、白じゃないからね。そう、プロセッコっていうのは DOCG で、うん、そのいわゆる格付けの中で、うん、そのイタリアの、ね、格付けの中で、うん、ちゃんとこのある基準を満たさないとプロセッコとは名乗れないですけど、うん、これはプロセッコではないないんだ、ね、なるほどね、はい、ピンクがゆえにプロセッコと呼べない。そう、メロを混ぜてるがゆえにね、はい、じゃあこのピンクを飲むおすすめポイントはどこなの、うん、おすすめポイント、うん、もうそもそもプロセッコが美味しいじゃない、うん、美味しい。でこの色になったら、うん、もうテンション上がるじゃん。上がる、うん、以上雑なおすすめだなでもまあ本当色って大事だよね。だから味わいは ほぼほぼプロセッコ飲んでると思ってもらって大丈夫、うん、ね。いや、美味しい美味しい、はい、で、うん、プロセッコの特徴ってもう一言で言うと、うん、フレッシュ&フルーティーなんですよ。酸もあり独特のこの甘みもあるのがこのプロセッコの特徴。そこにこう、うん、ロゼのねメルロのニュアンスが入ってると。まあでも色でさ、こんだけこうなんか飲んでる感じが変わるって色ってすごいよね。すごいね。でもやっぱりなぜかさ、ベリーの香りが強いもん。これ普通のスパークリングワイン、プロセッコ開けてたら、うん、これベリーとか出てこないからね。不思議なもんで、ストロベリーとかさ、赤とかピンクの香り系は多分取れないんだよ。でも、うん、そうかもしれないよね。やっぱり視覚って重要だから、うん、やっぱ色でその香りが感じるっていうかさ。そういうこと。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。もう瞬殺ですね。瞬殺だね。なんかあれだよね、ロゼってちょっと量少ないよねいやいや、750入ってます。本当に750入ってるよ、これ。大体思うんだけど、ロゼって、ロゼのスパークリングって、うんうん、多分量少ないと思うんだよな。いやいや、ロゼのスパークリングって、大体、750です。多分750って言うだけ、多分750ないと思う。騙されてるのかな。騙されてるの、600くらいだ。こんな一瞬でなくなるのか。こんな早くなくなることないよ。炭酸だから、ほとんど空気だと思う。なるほど、これ液体じゃないのか。空気か。ほとんど空気なのか、これ。呼吸をするようにロゼを飲むと。うん、なるほどね、素敵なこと言うね。生ハム当てようよ。あ、ちょっと生ハムの前に、うん、生ハムの前に、うん、あのこれに合わせる前菜作りました。あ、生ハムじゃなくてその隣に、はい、何？おしゃれだね。なんかパンの上に白いものが乗って、その上にさらに赤いものが乗ってる。その赤いものは何ですか？うん、なんで色しか言わんの？はい、これは、バゲットにベネット州のマスカルポーネチーズ乗せまして、で先ほど成城石井で見つけたスモモです。素敵です ね、スモ山形のスモモ乗せました、うん、で多分きっと合うと思いますんで、はい、いただきましょう、はい、ちょっと召し上がってみてください。はい、はい、なんならちょっとオリーブオイルパッとかけようか。そうだね。さあ、オリーブオイルを最後ね、キメオイルをかけていただいて。すごいな、もうこれが美味しいと思うようになったって、はい、本当味覚って変わるな。じゃあ先にこのスモモのブルスケット合わせてみて。はい、スモモとマスカルポーネ。うん、美味しい。うん、いいですね。スモモの酸味とこの酸がマリアージュしてるんじゃないですか。いいっすね。ね、うんうん、うん、なんかなすごい。なんならスモモだけで食べてみて。ね。うん。やっぱスモモも最後さ食べた後さ、うん、最初は甘いと思うけど後で酸味くる。くるもんね。同じだよね。同じ、うん、その味わいが同じ。同じ、うん、だからもうあの食べてるかどうか分かんなくなっちゃう
うん、で皆さんミントをちょっと最後感じていただくと、うん、ミントの爽やかさが、うん、スパークリングワインの、ね、最後こう、うん、苦みとフィットするというか、うん、同じものを合わせてみました。だからなるほど、あそこまで考えたの、さすがですね。もしかして天才だと思う。お前ら俺を天才にしようとしてるだろ。毎度毎度、いやコメントでも天才って皆さん反応してくれてるから、うん、天才じゃないんですか。いやもう天才ではないです。もう天才に仕立てようとして俺を困らせようとしてる、うん、なんかでも今日なんか名言集見たら天才は天才を知るって言ったから、ああまあ半ば俺も天才だと思った。池田さんも天才か。あのね、この近いうちで天才天才って言ってるこんな天才いないから。天才は天才を知るって言ったよ。なるほどね、うん、なんか誰かの名言って書いてあった。本当ですか、うん、なるほどね。いや、いや美味しいですね。いいね、はい、生ハムもやっぱね、一応当てとかないとね、うん、あ生ハムいただきます。生ハム色なんだからさ、この生ハム色だから絶対生ハム合うよね。いやもう 100% ですよ、うん、あもう生ハムが多分天才です。生ハム天才ですね。生ハム天才ですね、うん、ぜひ皆さん、あのあれだね、ワイン開けるときは生ハムだね、まず。まず生ハム用意した方がいいです、ね、生ハム置いとけばもう間違いない、ね、間違いないね、うん、ね。あ幸せな瞬間、ね、幸せだな。なんかあの気負わず飲める、うん、スパークリングワインじゃない。ねね、うん、いやいいな。なんかもうグビグビいっちゃう、本当にグビグビいっちゃうね。もう一本最初からこのペースでいくとちょっとやばい感じがしますね、はい、もう一本開いちゃいましたね。たかだか本当15分ぐらい、あ、全然、でもスタートしたらでも43分経ってる。あ、本当。でもいざ口にしてからは20分ぐらいだよ。そうだね、うん、いや美味しいんだもん。美味しい。僕も開いちゃって池田さんも開いちゃったからもう、はい、あのこの話できません。はい、1本目はもうあの味わいを確かめられません。早いな、香りだけ。早い早い、うん、うん、あでもあの残りがに十分ね、うんうん、ね、いい香りがします。うん、いや素敵なワインだったな、うん、美味しい、美味しいですね、うん、1本目、満足です、はい、レマンツァーネですね、覚えて書いてください、ロジェですね、マンツァーネ、レマンツァーネ、レマンツァーネね、はい、レマンツァーネ、はい、プロセッコのようでプロセッコでない、そうですね、あけぼのあけぼのっていいです ね。いやだから清少納言がの時代にもしね、生ハムがあったら春は生ハムだったかもしれない、ね、そうな、春は生ハムだったかもしれない、ね、やってくれ、春は生ハム、いや、いつも生ハムって言ってました。意味やから。そうそうね、年中生ハムね、年中生ハムって言ったから、だからそう、清少納言の時代やっぱり生ハムとワインがなかったから明けぼのと読むしかなかったね。これが仮にね、生ハムがあったら春は生ハム、いつも生ハム、いつも生ハム。そして合わせるのはローゼ。そう、夏はヨーヨーにとかです。夏はヨーヨーに生ハムを食べに行く。だいぶ違うな。ヨーヨーには春の秋物の方か。ヨーヨーに白くなりきるのか。そんなのだもんね。いや、いいですね。いいですよ。おぼろけ、昔の。いいですよ、まあ。ギリギリ覚えてるよね。いや、もう、ね、いやもう覚えてる。古典、ね、はもうね。ギリギリ。春は秋物、うん、夏は夜。夏は夜。秋は月。秋は夕暮れ。秋は夕暮れなんだ。へえ。冬は？早朝。早朝。冬は勤めてですよね。あ、冬は勤めて。そっかそっか。じゃあいい、ね、あれだね。もしその時代に生ハムがあれば、うん、春は生ハム、うん、夏はサラミ。あ、ちょっと色の濃い感じでね。そうそうそう、ね、秋は？パンチェッタ。秋はパンチェッタ。冬は勤めて、うん、サルシッチ。じゃあもう早速開けていきますね。はい、はい、なんかちょっとエチケットも素敵ね。ね、なんかね、あのあとそこの今撮ってるとこのここですか、うん、キャップのね、キャップのゴールドでなんか、うん、なんかちょっとこうエレガントだ ね、うん、さあ開けていきますね、いつものように、はい、右45度ぐらいからスクリューを刺します。はい、でそのまま垂直に立てて回してください、うん、はい、で2段タップの上ですね、上部からテコの原理で引き上げて、下のタップにまた引っ掛けてまた力で上げて、テコの原理で上げていきます。ゆっくりゆっくり上げて最後ね、基
きそうになったら最後手でゆっくり回してあげます。はいはい、開きました。で香りをコルクの香り嗅いでね、うん、うん、異常がなければ問題なしです。はい、問題ないです。コルクの香り嗅いでなんかねちょっと変な香りがすると不祥根っていうねちょっと病気、ワインの病気の可能性がありますが、うん、これは問題ありません。はい、はい、では早速ついでいきましょうか。はい、ついでいきましょう。はい、はい、じゃあついでいきますね。結構難しいね、意外。これちょっと逆に言うと、あの 秋になったじゃないですか、夕暮れになったんじゃないですか。ちょっと夕暮れっぽいですね。どうですか、うん、これ分かりました、ね、はい、東雲色。東雲、結構朝じゃん。東の雲ですか。色番号同じなんです。あ、そうなんだ。でも名前が変わってるっていうことは、うん、多分その気持ち的に見方が変わるからな。なるほどね、はい、じゃあもう一回色の確認からいきますか。ね、濃いな。でも東雲よりちょっと濃い感じがするよね。ちょっとやっぱりちょっと茶色っぽいね。そうだよね。うん、ピンクの要素はあんまないですね。ね、そうだよね。うん、なんかやっぱ茶色とオレンジとソヒですね。ソヒって何よ。ソヒって色もあんの、うん、由来があるからね多分ソヒね。でやっぱ褐色ね、色はね、なんか日の目からのソヒみたいな感じだね。うん、もうちょっと分かりやすい例えしてくれる？シノメカラーのソヒ。ソヒ。うん。何ソヒ？俺も分かんないけど、ソヒ。ソヒ。あとで言うと、こんな色の感じって、ゴールドまではいかないもんね。ブロンズ。あ、ブロンズは言えてますね。ちょっとブロンズ。ブロンズ、淡いブロンズ、銅色。ちょっとさっきより重たさがちょっとね、やっぱり色的には。ありますね。かなっていうような感じがしますね。はい、香りますか。じゃあ香りいきましょう。香りを取っていきましょう。はい、いいですね。うん、あ、甘い。甘い？あ、だからパイナップル。うん。マンゴー。南国系ですか。南国系がちょっとしますね。うん。うんうん。ね、そんな感じですよね。うん、ちょっと熟した系の果実と、うん、南国系の。ね。うん、そうね、ボリュームがある感じがちょっとなんかするな、うん、なんかね、柑橘よりはちょっとやっぱり熟した系の果実がしますね。桃、ね、うん、ああ、桃ね、桃だよね、うん、意外にちょっと王道しか出てこない。別に気をてらってるわけじゃないんだけど、こうね、香りでこう記憶をたどるみたいな、うん、昔、うん、ね、あの生活の中でこの香りあったなっていうね。そうそうそう、それがあんまり出てこない ね意外に、うん、やっぱそりゃそうだよ。このなんかこう南国っぽい香りと富山が合うはずないもん。あ、富山には一切ないね、そのないよ、そのね、ちょっとこう華やかな感じの香りはないよ。あのどこにあんだよ。生活圏にはなかったね。ないよ、うん、ちょっと温度が上がったのか、香りが少し立ってきた気がする。立ってきた、うん、ちょっと温度が上がる前に一回一口飲んどきたいね。はい、飲みましょうか、うん、ね、飲みながらも香りもか、はい、ね、うん、見つけながら。あ、全然甘くなかった。ドライですね。ね、ね、かつさっきよりミネラルが感じますね。すごく感じますね、はい、香りはすごい、あんなにボリューム感があったのに、うんうん、ツンデレだね。デレツンだ ねこれ。味わいがちょっと ね、うん、ギャップが少しありますね。日本酒っぽい吟醸ね、っぽいよね、うん、辛口みたいな感じの吟醸。そうね、うん、奈良の春鹿とかあのあたり。あら、すごいかっこいい、ね、奈良の春鹿。もう、俺はもうあのナウシカか春鹿ぐらいしか分かんないわ。何を春鹿って。いやいや、だ歌手だよ。春鹿ってあんの。そうだよね、夜鹿だからなんだよ、もうヨルシカの春シカってなんだよ。どっかで聞いたことあるなって、ヨルシカだって、春シカだって、ヨルシカだって。清少納言がごちゃごちゃになってるな、春と夜と、もうヨルシカですね。でも確かにあの香りもなんかちょっと純米っぽい香りがね、うん、秋っぽい。だからお米の感じのね、秋っぽいですね。秋っぽいですね、うん、うん、すごい味わいは本当にそんなちょっと深まる秋を感じさせてくれるような味わいですね、うんうん、すごい秋にぴったりのロゼじゃないですか。いや、いいですよね、秋味のロゼだね、うん、一回戻って香り嗅ぐと、うん、ちょっとこう
南国系のフルーツが少し遠ざかった気しない、うんうん、するねするよねするする香りが落ち、あの温度がちょっと落ち着いてきて、うん、飲んだ後に香りを取りに行くとでもちょっとハーブ系が出てくる、うん、ハーブが出たのとちょっとライムとかないですか、うん、先生あ確かに酸味のね酸味がちょっと立ってきたよね、うん、すごいねこう人に言われると感じて始めるっていう面白いもんだな、うんハーブ多分きっとなんかこの辺のねバジルとかバジルちぎってみますなんかきっとある気がするんだよなちょっと1枚いますバジルってそのまま食べるとめっちゃ苦いよね最近むしゃむしゃ食べてみるんだけどさ、うん、これは苦いよね苦いよねバジルってね、うん、ジェノベーゼするとめっちゃうまいよ ねいやバジルいるわいるいるいるこういう本当にこういう香りいるいるすごいな確かにねすごいこうやっぱあのハーブ臭めっちゃあるなこのバジルいい香りするな いい香りしますねこれね手前味噌、うん、でもいい香りするでしょすごいバニラポークもあるしねああするするすごい、うん、あバジル食べながら飲んでんの、うん、まあまあまあうん、うん、確かにいい感じであれあの合うね、ね、合うね、うん、本当このバジルの、まあ、おっしゃる通りに、うん、苦味っていうのがすぐ流してくるね。ね、この苦味、あの、うん、あミネラルとすごく、うん、ね、バッチリ合うね。だからあれだね、カプレーゼとかトマトのモッツァレラのカプレーゼとかいいんじゃないですか。いいこと言いますね。ねまさにこれナポリのワインです。あ、まだちょっと当てさせなきゃいけなかった。当てる予定だった？当てるな、もう今ね、分かってるでしょ？でもそうかなと思って。でしょ？うん、いや、だから池田さんいいとこ見させてあげてよ。ごめん。だってもうなんか。ねえカプレーゼとか言うからさついつい俺も言っちゃいたくなっちゃったごめん池田さんどこのワインって言ってもナポリさんさすが池田さんってみんなもう拍手喝采見てる人やっぱ我ら池田さんはやっぱちょっと一味違うみたいなさじゃあ3本目でいこうね3本目でいこう3本目でいこうはいもう、まあ、じゃあもうこれもう言っちゃうと、うん、カンパーニャのナポリのワインです、うん、イスキア島ってあるのよ、うん、イスキア島を望む目の前の、ナポリのワインですうーん、はい、海沿いまさに海沿いでここはもともともう本当にカルデラの土地で作ってるブドウになります火山噴火した後のそう大きな跡地ね跡地 ねそうそう、はい、で火山質、うん、なんか言ったら火山質の非常にミネラルが豊富、うん、まして海が近いなのでこの土壌まさにテロワールですよああテロワールそういう感じなんだ海と火山のから来てるミネラルが豊富だとでこれを、まあ、あのインポーターさん、うん、これを、ね、仕入れてるインポーターさんに聞くともう塩を感じてくださいと何、はい、もうこれは塩ですとああそう言われると塩を感じてきた、うん、確かにねちょっとラビダ舐めながら飲んでみますあ、はいいやもうまさに日本酒だね塩飲みながらねだからそうだから日本酒っていうのはめちゃくちゃ合ってるんだよね、うん、ねうん確かにこれはもうああもう同じ方向ですねこれね同じ方向だ消えるねうん消える消えるスッと消えるね消えるすごいよねなるほどそういやここであとここの説明をもう一つさせていただくと、うん1800年代にヨーロッパ中イタリアを含めてヨーロッパ中、うん、フィロキセラっていう病気が襲うのよ、うん、虫ね、うん、でもうブドウの木が一瞬でやられるのフィロキセラにかかっちゃうと、うん、でこの地はそのカルデラだったがゆえに硫黄が多くて、うん、硫黄土壌なの、うん、言うとフィロキセラが育たなかったなるほどフィロキセラから守られた土壌ブドウの木なので、うん、何百年も生きてる木がたくさんあるへーそう、まあ、あのその他のエリアはもうフィロキセラにやられてるのでアメリカから持ってきたブドウで木を継いで、うん、今も育ってる木が多いんだけど、うん、これはもうその頃から1800年代前からのブドウで木を使ってるのそうまだ元気なのそうそれを今は継ぎ木せず、ね、使ってるっていうだからもう昔からの、味わいを変わらず伝えられてるのがこのエリアのじゃあ200年前の人が飲んでるワインと同じワインも飲めてる、ね、同じブドウでまあこうワインを作れてるねですなので、まあ、今塩と合わせてもらったけどこの塩味塩味はだって生ハムと食べるかきっとねこれ生ハムですあれ間違いなく生ハムあすごい一体感が半端ないですねいやこの塩味すごく合いますね合いますね、うん、最後になんかこう豚肉もこう苦味がちょっとあの生ハムの方にこう移ってすごい
新しい味になるね。うん、発見ですね、これね。うんうん、美味しいな。さあ、じゃあそろそろせっかくだからワインコーダー恒例のなんか料理を作っていただけますか。料理作りながらやりますか。はい、ね、この料理を作って、このワインとサンモリのワイン合わせていきたいと思います。うん、ピッツァヨーロ。ナポリ、ナポリですね。そうです、まさにね。ね、南のお料理を作っていきたいと思います。ぴったりじゃん、バジルも乗るし。ぴったりだね。ね、はい、じゃあピッツァヨーロ作りながらね。はい、2本目3本目のワイン飲みましょうか。うん、はい。はい、今日はだから、はい、豚肉を使った、ピッツァヨーラ作りたいと思いますね。皆さんご存知ですかね。はい、これはまたね、あの概要欄にあのちゃんとしたあの動画貼っておきます。一度 ね、 あのね、動画でご紹介してます、はい、いわゆる豚肉を叩いてこれをピザ生地にね、はい、見立ててトマトソースとモッツァレラチーズで食べると、うん、じゃあちょっと時間お時間くださいね、はい、もう10分15分でできますから。はい、オイルすぐできるね。オイル引きますよ。これ簡単な料理でございますよね。ございますね。はい、じゃあオイルは、はい、これはもう作っていきますよ。うん、作ってて、もうあまり説明もせず ね。粉をはたいた、豚肉です。豚ロース肉をオリーブオイルでソテーしていきますね。豚肉叩いてね。はい、でまず豚肉に火を通しちゃいます。はい、はい、もうやばい、これこのままポークソテーで食べたいぐらい美味しそう。はい、豚肉ソテーしました。もういいかな、はい、どんどん進めていきますよ。どんどん進めて。はい、なんか私だけあった。いや、バジルとオリーブオイルと塩めっちゃうまい。めっちゃ合う、すごいね。でこの前にめっちゃ合う。それはすごいわ、すごい合わせ方。ああ、延々といけるよこれ。はい、いいかな、はい、じゃあ豚肉ね、まあ、これ豚肉の旨味をこう白ワインに注ぎ落としますね、うん、で白ワインのちょっとアルコールを飛ばします。ちょっと旨味を、まあ、旨味をこう取ると、うん、はい、美味しそう。じゃあここにトマトソース、はい、いきますね。はい、他の具材もね一緒に入れちゃいます。ブラックオリーブ、ペーパーも入ります。で5分ぐらいね、はい、ちょっとトマト詰めます。はい、はい、じゃあ2本目飲みつつね、料理作りつつ3本目もいきましょうか。3本目いきましょう。もう2本目もね、はい、グラスに入っても瓶は開いちゃったから ね、はい、3本目も開けてきます。濃くなったね。ね、だいぶ色が、うん、さあこれはもうエビ色じゃね。これがエビ色っていうの。エビ色っぽくない。でも意外とグラスに注いだらそんなに濃くないかも。濃くないかな。よいしょ。うん、いいですね。じゃあちょっとついていきますか。はい、つきます。はい、どんな色なんでしょう。ほほー、さあ何色だこれは。さあこれもロゼなんですよね。色は全然違うね、今までの3種類と。わかりました。わかりました。752100。あ、早いね。752100。赤銅色。赤銅色かなるほどね。赤銅色。赤銅色ね。文字が浮かばないわ赤い銅って書きます。赤い銅で赤銅色、うん、赤銅か。へえ。あ、でも赤銅色っぽいよ。赤銅色、まあ、ルビーレッドですかね、うん。ルビーレッドほどさ、なんつうんだろう、もっと濃いね。もっとなんかくすんでない。うん、そうね。ちょっとスモーキーな感じね、するよね。赤銅色からのエビ色だと思います。赤銅色もエビ色もなかなか難しい。なんだろうな。いや、この色をあの日常から探せって無理よ。あんまりないよね。もうブドウっていうしかないと思う。ファンタグレープこんな色じゃね。あ、そう、ファンタグレープとか。でも未発泡してます。発泡してます。ちょっとなんかそんな気するよね。俺もなんかそんな気がしたんだけど。あ、ちょっとね、下にこう泡っぽいの見えますね。飲んでみよう、飲んでみよう。はい、あ、その前に香りか。はい、はい、じゃあ香り取っていきますか。はい。あ、すごい。うん、もうこれはベリー系でしょ。うん、確実にベリーでしょ。急にベリーが、さっき食べたスモモの香りがする。ああ、なるほど。あ、でもだいぶ赤ワインに近づいた ね。赤ワインに近づいたね、うん、多分17% ぐらいちょっと、赤系のブドウ入ってるんじゃないかな。黒ブドウ入ってるんじゃないかな。何それなんでそんな細かい数字言うの。さっき 5% って言ったからさ17% ぐらいちょっと入ってるんじゃないかな。だってでもさっきそれで言うと2本目の PAD ロースは 100% だからね。黒ブドウ。黒ブドウ 100%。 あら、だから基本的には黒ブドウで作るのがロースだから。あ、そっかそっか。そう、これさっきの泡は、うん、
レアなんですよ。レアケース、うん、じゃあこれも多分クロブド 100% だね多分ね。ねえさっき今 17% って言ったばっか適当だね本当。クロード 100% のタイプのロゼだねこれね。あ、ナスビの漬物の匂いがする、うん、なんかそう私も漬物の匂いが、ね、漬物匂い発酵臭です ね, ね, これ ね, そうだね。なんかぬか漬けとかの香りもするし、ね、ちょっとビネガーの香りしない？しますね。もうなんならバルサミコとか、うーん、ね、木の香りもしない？ね、あ、木の香りするね。するよね。まあ、うん、杉かわかんないけど、うん、この新築の、ね、この香りするんじゃない？うん、これはわかんないわ。だっていろいろ塗ってっから。ちょっと酸っぱいんですね。酸っぱさがあるか。ね、ちょっとこう酸の、ああ、発酵したね、うん、こういいですね。なんか昔駄菓子の梅昆布。あったあったあった、あれ美味しいよね。みやこ昆布でしょ。みやこ昆布のあの表面についてる粉めっちゃくちゃうまい。それの感じするよ。あれもうずっとしゃぶってられるもん。あ、するするするよね。だからうまみ成分が入ってるんだこれ、ね、あ、そうね、うまみを感じてるのこれ、うん、感じるような気がするな。なんか熟成効果しますよねだからね、うん、いわゆるこう熟した感じの。樽使ってません？樽使ってないでしょ。使ってないんだ。ちょっとでもなんか第3のアロマが香る感じがするんだけど。樽は使ってないですね。へ、はい、でもフレッシュな香りが多いよね。ベリー、ラズベリーとか、うん、ね、クランベリーとか、ね、その辺全然食べたことないからよくわかんないね実はね。どっちかというとこう酸、こう食べた時に酸っぱって思う。あ、そうね、うん、ベリー系ね、ね、甘いっていうよりは。それで言うとベリー寄りじゃない酸っぱさで、うん、カッパ巻きとかの梅球ですか？梅球とか。いや、カッパ巻きはこれ海苔と、そう、海苔とこのキュウリが誤った感じ、うん、すごいするね。ね、ああ、いや、本当だわ。カッパ巻きだわ。カッパ巻き。ああ今日の香るヒット賞はちょっとカッパ巻きで。カッパ巻きね。ああ、カッパ巻き、あ、梅球ではないのね。カッパ巻きだね。梅は入っちゃダメなの？いや、梅っぽい感じ。梅っぽい感じするよね。うん、そう。土系のなんか細巻き。梅球。うん、細巻きの。ああ、細巻きの感じするね。ねすごい。海苔はするわ。うん、するよね。海苔するする。海、う、苔、ん、とやっぱりキュウリの青っぽい感じと。あとやっぱ梅も入ってるね。そうか。うん、プラム系が感じると。梅球だよ梅球。ゆかりとか。ああ、ゆかりね。確かに。ああ、やっぱ色だね、ゆかりとか、うん、確かに。いただきます。積みました、はい。今日は積みました、これ、はい、もう以上、もう終了、はい、積みました、完全に、はい、うん、美味しい。美味しい。どう？美味しいね、これ。お好きでしょ？お好きですね。ねえ、これ美味しいよ。これ美味しい。ちょっとやっぱ、ちょっと本当にビビビ発泡ぐらいのね、うん、軽くね、ね、うん、うん、美味しい。これこれね、めちゃくちゃなんかいわゆる高級ワインに長期熟成した感じのニュアンスがすごい出てるのよ。じゃあすごい美味しいね。でしょ、それを冷やして飲んでる感じ、うん、やっぱロゼってそんなすごいタンニン感じないよね。これ酸だね、やっぱね。これはあんまりタンニン感じないね、ね、うん、ちゃんと1本目と同じぐらいのちゃんと酸がちゃんと感じる、うんうん、これさ、先ほど冒頭で言ったようにまさにナチュラルワインですよ、うん、ミオワインだよね。ミオだね。でフィルターかかってないのでこういう色してます。なるほどね。そう、少し濁ってる感じが、そう、まさにそういうこと。まあ、でもミネラルもちゃんと豊富で飲めれた、うんうん、どうですか池田さん。時々ちょっとピリッとする感じが病みつきになりますね、うん、ね、なんでこのピリッとする感じ。確かにピリピリ してるとすると軽く発泡してるからね、うん、それが理由だと思う。一瞬ツンとくる感じがすごく美味しい、うんうん、美味しい。やっぱなんでやっぱベリー系がすごい口の中広がるね。広がる、うん、ね。オッケーです。じゃあちょっと飲みながらやってください、はい、もうソース出来上がったんで、はい、ピッツァヨロ仕上げていきますね。いいね、はい、はい、ソースまず仕上げてます。オレガノソースにも味つけます。お塩、はい。本当にまさにピッツァヨロ。もうこれピザソースが出来上がりました。これね、はい、ここに豚肉入れます、うん、これは粉はたいてある豚肉です。ここにですねチーズ、モッツァレラですね、やっぱり ね、はい、ナポリですからね、はい、モッツァレラチーズを。池田さん、3本のワインがどこのワインかちょっと想像しててね、エリアをね
よし、じゃあ、うん、ここね、今最後チーズを溶かしたら出来上がりです。でチーズ溶かすために蓋をしますね。はい、ね、さあもうすぐできますぜ。ドライトマト、ナスの煮浸しです。こっちにやろう、ね、よくここまで待ったね。まさにドライトマトの旨味とこのワインスッと流してくれて、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ合うね。合うね。このドライトマトの旨味と酸味とこのワインがぴったり。ぴったりだね、うん、こういう奇跡みたいなこと起きるんだな。すごい、素晴らしい。うん、OK、できました。どう？チーズいい感じで溶けて、うん、素晴らしい。じゃあこれもお皿に持ってきますね。はい、いいですか、うん、じゃあちょっとお皿に持ってきますね。真ん中にソースを引きます。ドンと、おーい、ドンと、うん、そしてこちらでね、収穫したてのバジル、はい、散らしていきましょう。最高ですね。よし、いいかな。はい、で、ブラックペッパーいきましょうか。はい、で最後にラビダ。はい、何これ、あら素敵。はい、出来上がりです。これ合わせて食べましょう。はーい、はい、さあじゃあピッツァーロラいただきますか。はい、出来たてのピッツァーロラ召し上がってください。ね、ちょバジルもちゃんとね、ね、いただきますね。はい、バジルも一緒に。どうぞ。うーん、美味しい。うん、どっちから2本目いきました。2本目がいってますよ。うん、もう本当に完璧だと思います。やっぱ合うね。意外に割とね、しっかりチーズだ、トマト煮込んでる、でオリーブだったりとかするから3本目が合うかなと思ったけど2本目も合うね。すごい合うよ。そう、合うね。じゃあ次3本目とちょっと合わせてみますかね。3本目とこのね、肉とバジルとチーズね。うん、あ、でもちょっとごめんなさい、本当正直言うとワイン買っちゃうね。そうね、ワイン買っちゃうね。これを食べてこれを飲むと、うん、タンに感じるね。感じるね。ね、タンにあんまないなと思ったけど、うん、しっかり赤ワインだね。ね、うん、これはやっぱナスの方が合います。ナスのドライトマトがぴったりだね。うん、ぴったり、そっちぴったり。これちょっとピッツァヨーラはやっぱ2本目だね。意外とこのやっぱり3本目のワインはしっかり赤身肉でもいけるね。ね、そのぐらいの。でもブラックオリーブだけは合います。うん、うん、うん、ブラックオリーブはブラックオリーブ、うん、はやっぱ色が濃いものにちょっと合ってくるのかな、うんうん、あ、ブラックオリーブってドライトマトと同じ味するんだ今思ったけど。本当だね、同じ味。本当、何ブラックオリーブ、この旨味。そうだね、びっくりした。ドライトマトと同じ味、すげえびっくりした。何これ。本当だね一緒じゃない、うん、めちゃくちゃ似てるね。一緒の味、しかもでワインとめちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ合うね、うん、何何、ブラックオリーブってドライトマトだったんだじゃあ手軽だね、ドライにしなくていいからね。ブラックオリーブ優秀だねすごいね。この3本目はブラックオリーブをちょっとつまみね、つまみで、ね、いいね、確かにつまみで置いておくとすごいと思う、うんうん、あ、面白いね。いや、なやっぱり料理に合う合わないがやっぱありますね。ナス、ね、ドライトマトが、いや、このピッツァーロンやっぱ3本目にやっぱ勝っちゃうもんね、うん、2本目やっぱナポリのワインには、うん、ナポリの料理、うんうんうん、さあ池田さん、もう3本目どこのワインか分かります？ちょっと自信はないんですけど、うんうん、マルケ。正解。すごいね。おかしいだろ。打ち合わせしただろ。いやいや、してないよ。言っただろ。言ってないよ。嘘だ。さすがだね。嘘だ。チューブの感じがした？した。した。おかしい。すごい、やっぱ甘くもなく、いわゆるキリッとしてもなく、真ん中の中央はやっぱり、いや、チューブイタリアの、いや、エミリオロマーニャかな。エミリアね。エミリア？エミリアロマーニャ。エミリアロマーニャかな、うん、はたまた、うん、ラツヨかな、うんうんうん、マルケかな、うん、マルケさすがっすよ。やばいよ、この出来出来レース。何これ、もう大丈夫これ、なんか台本あんの？いや、マルケだよね。毎度毎度の茶番です
茶番だよこれ本当。もうこれをマルケって当てられる人どのぐらいいるかな。でもね、うん、おっしゃる通りマルケです、うん、チューブイタリアマルケ、うん、ね、アンコーナーっていうところのワインですね。これなんかあの翌日もう一日置きたいぐらいかでね。そうね、次ど、うん、明日どんな風に開くだろうみたいなね、うんうん、そして本当にこのピッツァイオーロは2本目のワインなんだっていう。いや本当、うん、ね、だ何でも合う合うって言ってないところは信じてほしいですよね、うんうん、やっぱ3本目にはちょっとピッツァイオーロは弱い、うん、あのブラックオリーブだけでいい、うんうんうん、ブルースケッタ合わせる、はい、あブルースケッタちょっと私もブルースケッタと、うんうん、ピッツァイオーロよりブルースケッタの方が合うね。トラムのおかげかな、うん、あ合うね、うん、合う合う。酸味かな、いやのプラムの酸味かな、ねえなんかね、うん、ほんと合うね、うん、あとやっぱチーズが乗っかってるからかな。じゃあはいちょっとプラム、はいね、もうだってこのワインさプラム色といってもちょっと拭いてよ、ちょっとその周りの白いやつ食べる食べるよ。だから何をやりたいかっていうとプラムをかじって、うん、このワインが合うかどうかをちょっと試してみてね、うん、もうプラム色じゃんほらほらこれ合わないはずないでしょ。プラム色だね、ね、うん、合うんじゃない、うん、ガブってこの皮の渋みも一緒にいくと、うん、何プラムかじんの今かじるよ。ほんとねもう困ったなもう俺これ明日俺ヨーグルトに入れて食べようと思って。1個余るよ大丈夫だよ1個余る、うん、1個余るよ大丈夫だよ、1個余るよ、はい、オッケーオッケー。もうかじんないとこれはこれもね、はい、もうプラム色だぜ。こんな贅沢なワインの合わせ方ある。いただきます。いただきます、はい、うん、うん、積んでますねこれいやうまいうまい、すごいね、うまい。これでもやっぱ塩味が足んないからやっぱ生ハムだね。そうじゃあ生ハムいって生ハムで巻こうこれ、はい、生ハム、がっつり、はい、がっつり生ハムで巻いた方がいい。これもう酸味と甘みはもうバッチリ合ってるのよ。あと塩味があると、うん、そうなると2本目のワインにも合いますよね。合いそうだね。ちょっともうどれと合わせるかもう悩ましい、ね、じゃあもうプラムにちょっと見せて、あの青ちゃんの絵しか見ないからね。プラムに巻いて巻いて、こういう状態です今。生ハムにもプラム、はい、ね、じゃあ3本目いきますね。はい、はい、いきます。もうます ガブッといきます。これがうまい。まずうん、うん、すごいね。うまいね。いや酸味、あ、じゃあ塩味が入った途端もう、まあ、っていうか、ね、まあ、ていうか生ハムだけで合うんじゃねえのっていうその説はあるけどね。うん、でも生ハムだけで合うんじゃねえのはさもう全てのワインに合うじゃん、うん、あでもこれに関してはやっぱある一定の酸味がいるわ。こうフルーツが異様に合う。いやめちゃくちゃ合うじゃん。不思議なもんで本当に合う。プラムと本当に、うん、やっぱプラムはプラム色に合うとかって本当に色で合わせるってすごいね。ちなみにね、うん、この3本目のワインは、うん、白ブドウ黒ブドウ合わせてます。マルケの地ブドウベルディッキオっていうブドウ、うん、白ブドウなんですよ、うん、そしてトレビアノで白ブドウ2種で、サンジョベーゼでモンテプルチャノっていう黒ブドウ2種2種2種の計4種のブレンド。なるほど。だから複雑味もあるよね。白2種、赤2種で作ってます。うん、ね、そしてノンフィルター、うん、フィルターをかけずに作った、まあ、いわゆる美容ワインですね。うん、いやー美味しかった。お腹いっぱいです ね、 ねお腹いっぱい、ね、ワインも飲んで結局3本開けちゃいましたね。これ3本でちょうどいい ね4本セットだと4本目グダグダになるんでね。グダグダになるね。ね、確かに、はい、で、うん、あの皆さん近々ね、あの、うん、6本セット待ってますから来週だ。6本はあの1本ずつ開けることやめようね。1杯ずつって決めよう。そうしよう、そうしよう、そうしよう、うん、6本開けるってもう地獄だから。でその前にブルネロ飲んでるからね。うん、ちょっとえそれだから本当に1杯ずつにしよう。あ、それはもう危険極まりないから。ちなみにもう最後の何言ってるか分かんないから、うん、あのなんなら青山さん呼んだ方がいいねで、こうちょっとベッド用意しておいた方がいいね言っとくわ、ね、泊まる覚悟できてないはい、いかがでした、10月のワイン、井桁さん。
か最初はそのあけぼの色っていうところで始まって、うんうん、まあ、クロマソウシ的なことを言えば、いいですね、なんかこう春夏秋冬、この3本で、うん、なんとなく感じられたグラデーションを持って感じられたワインだったんじゃないかなと思いました。あ、本当だね、素晴らしいね。総括がさ、全く酔っ払いの総括じゃないもんねこのタイミングでグラデーションってワード出てこないもう清少なんか覚えてねえもん。いやいや覚えてますよ。春は明けぼの、夏は夜、うん、秋は夕暮れ、冬は勤めて。勤めてね、はい、早朝ですよ。早朝ですよ、はい、ね、今日はでそれがね、もし清少納言がヨーロッパにいたら、うん、春は生ハムですよね、皆さん覚えて帰って。春は生ハム、ね、夏はサラミ夏はサラミ、じゃあパンチェッタ、冬はハルシッチャ。さあ今日のワイン、はい、おいくらですか。はい、今日のワインは、うん、1980円でございます。お、1980円、送料税込み込み込みですね。1980円、はい、もうちょっと微妙ですけど刻みました、うん、ね、そうですね、はい、いや、ね、大事だと思います、はい、どっかで敗者復活するんでしたっけ。しなきゃいけないです。だから言い続けてるからね、11万円のワインでもいいし。いや、もうちょっと考えますよ。ちょっと今オーパーさん、オーパーさんを、はい、販売するでもいいですし、か、まあ3本10万ぐらいのねセットを組んでいただいてもいいですし、なかなかないのよ、そんな日、そんなワインってね。あ、そうか。ちょっと でも考えますよ。考えて、ちょっと本当にいらっしゃるかどうか、うん、さておきで12月連続でご入された方は、ね、いいことなんだもんね。いや、もうだってそれ最初に月初、ね、ね、年初からお約束してます、ね、池田さんが楽しみにしてるからさ、お母さん、お母さん、何がいいこと、何がいいことね。1回2回ぐらいはお母さんのご飯食べながら話してるらしいよ。あおちゃん何してくれるんだろうね。ちょっと俺だけ投げかけないで。ちょっとみんな考えよ。ね、もう10月まで来ちゃいました。いやー、もう終わっちゃいますね。早い。人生あっちゅう間に死んじゃいますね。あんまり思い悩まなくていいんじゃないかなって本当に思うんだよね。でも思い悩んでしまうのが人生かなと本当に思います。もったいない。悩んでる時間があれば前向きにね。いや、でも悩む時間は大切ですよ。ずっと僕は逆に言うと悩むことを否定しないですから、ずっと悩んで、ずっと考えることが、真逆ですね、ずっとは。何言ってんだろう、悩むことが大事なんて。いや、悩み続けることが、あ、そうですか。そう、やっぱ結果人生って頑張るってさ、頑張るってすごい楽しいじゃないじゃん、うん、実は、うん、実は苦しみがあるじゃん。苦しみだよね。だからやっぱ結果人生って苦しみがないと、うん、彩られないというか、そう楽しめないというか、うん、酔っ払ってるから、まあ、はっきり言えなかったけど、うん、でもまあ、その中に悩みもあるし、そう、悩みもやっぱ苦しみじゃない、苦しみの中で、ね、なんだろうっつって、うん、まあ、疑問もそうだし、まあ、人生を生きる意味を考えながら生きればいいんじゃないかなと、うん、でも結局語り得ぬものであるということを認識つつ、うん、人生の生きる意味を考えてしまうっていう、なるほど、これまた人間かなと思います、うん、いや、強く生きなきゃいけないと思う、うん、10月のワイン講座だったなと思います、うん、すごい節目だね、ロゼってすげえな、うん、ね、やっぱ生き死にの話までね、やっぱたどり着いちゃう、ね、なっちゃうね、お酒飲んで ね、ずっとそうなっちゃうのかな。いいんじゃない、やっぱね、うん、深いですね、人間ね。いや、本当に50年後とか ね、みんないないんだから。菊池だけいる50年後、たくさんいるね。菊池はいる、いるいる、菊池はいるけど、いるね、うん、青ちゃんも俺も池田さんも多分いない。でも人生100年時代だからな、50年は。いや、でもね、青ちゃん無理よ。俺も無理。いや、俺いるよ。いや、無理。だって働いてるから無理よ。あ、そうか。無理無理。無理か。働いてるから無理。無理か。もっと睡眠時間取って、もっとノーストレスでいかないと。意外と俺なんか多分、ゴルフしてエイジシュートってさ、あの、ね、年齢より下のスコアで回れてるような気がする。90ぐらいで。あ、そう。で、それを私と菊池さんが見ながら、うん、あ、安井さんいい人だったねって。そうだね、もう本当申し訳ないけど、多分一番俺が早い。ああ、どうかね。残念ながら多分俺が一番早い気がするな。分かんないですよ。肉まれっこね、なんとかってあるしね。じゃあ抜く、おかしいだろそれ。憎まれてないよ。いや、憎まれっ子なんとかもうあるもんね。先に死んで、うん、先に泣けばいいと思う。いや、50年か、95か。いや、無理でしょ。頑張りたいね。頑張りたい。健康で、なんかこうやって美味しいワインとご飯食べれるんだったら95まで行きたい、まあね。このチャンネル95歳まで。え、行くよ。いや、生きてたらやるよ。行くよ。3代目。
菊池がここに座ってるかもしれない。あ、そういうこと。で背中いくつ、いくつ、いくつだ、その時。でもそれでも76だね。76でもいや76元気だからね。そっかそっか、ここに俺が立ってんでしょ、95で。そうそうそう、背ついていいよ。何作るそう、そうめん茹でない。あ、そっか、そうめん茹でないか。豆食ってると思うな。まあまあ、豆いりますって言ったら、いいよいいよ、もうはい、今日のメニューはって言われた。餅です。餅にきな粉つけます。そうなるよね、バジルと。そう、いくら木さんが75で若いって言っても若い人がやってくれないと無理だわ。じゃあなくなってるわ、その頃には、ね、はい、いいよ、いつかなくなって、はい、ね、まあまあいいんじゃないですか。終わりが来ることもあります。楽しくやりましょうよ、うん、まあ、それまで ね、 人生ですからね、あんまり考えずにね。はい、OK、はい、はい、じゃあいいですか。はい、今日は締め、もう3本開きました。はい、いやもう美味しいですよね、美味しかった、ね、ぜひぜひ秋の夜中に、はい、ロゼ読書するなり映画見るなりでロゼ楽しんでもいいんじゃないですか。いやもう酔っ払ったらもう本も映画も見れないね、お願いします。はい、はい、じゃあ皆さんまたよろしくお願いします。はい、以上です。